クリーパー、僕ティーチャー、どうもクリーパーティーチャーです。今回はですね、ついに届きましたよ。5等分の花嫁、横浜アリーナグッズ届きました。注文したのが4月なんで、まあ4ヶ月ですね。まあこの前というか4ヶ月前の横浜アリーナの感想の動画の時にも言ったんですけど、まあ、グッズをそんなに買えなかったんで、通販で買って、それが届いてから横浜アリーナグッズ紹介するって言ったんで、それがまあ届いたので、まあ早速まあ紹介していきたいなと思います。ちょっとね、量が多すぎてちょっと全部綺麗に広げれなかったんですよ。ちょっと画面にちょっと収まりきらなかったですね。だからこういう感じになってるんですけど、じゃあちょっと一つ一つちょっと紹介していきたいなと思います。早速まあ紹介していきましょう。まずまあ一つ目のまあ商品が、こちらですね。アクリルスタンドですね。風太郎といちかといつきですね。まあ、風太郎は、まあ、通販で買って、いつきと市川は、よばりで買いました。並んでた時に、ちょっと並んで、もうすぐレジ行くところあたりで、風太郎が、ちょうど売り切れたんですよ。その売り切れた瞬間にレジ行ったって感じなんで、買えなかったんですよ。でも初めてちょっと風太郎のグッズ買えたんで、ちょっと嬉しかったですね。これ行こうか。こちらは、トートバッグですね。これも横割りの時に買いました。こんな感じですね。なんか色がついてますね。なんていうんだろう、こういうの。縫い付けられてるのかな、こう。なんか、刺繍でなんか、縫われてるんですよね、なんか。めっちゃすごいですよね。それじゃあ三つ目はこちら行きましょうか。T シャツですね。五等分の花嫁の。これもね、買えなかったんですよ。並んでる時にもうね、バンバン売り切れていくんですよ。結構なんか異常だったらしいね。なんか普通の売り切れるスピードが。こちらが、ビッグタオルですね。さっきほどのトートバッグの絵がまあ乗ったまあでっかいなんかタオルです。これね、これはね、売り切れてなくて普通に横割りで行って買いました。こちらですね。推しタオルです。これも5種類全部買いました。一応もう買えないと思ったんで、5種類全部揃いました。こんな感じですね。ちょっと細長い、ちょっと中のいつきって書いてあるタオルですね。なんか野球みたいな、なんか、野球でもなんかこういうのあるじゃないですか。なんかそんな感じの。最後がこちら。ペンライトと、この5種類のペンライト付け替えチューブです。これも全種類買いました。これも一応買っとこうと思って。もともと5機だけ買おうかなと思ったんですけど、もうもうこれ逃したらもう多分もう買えないなと思ったんで、もうタオルもこれも全部買いました。こんな感じです。ちょっと付け替えチューブもちょっと使ってみましょうか。ちょっと5機ちゃんちょっと使ってみます。はい、こんな感じです。中はやっぱライトつけるんで、ライトが光るんで、なんかスカスカって感じですね。軽いですね、こちら。そして、ここにつけるんですけど、なんかキャップがついてますね。このキャップを取ったら、これと付け替えれるのかな？付け替えてみましょうか。はい、これ黄色です。こんな感じです。やっぱちょっと見えない。ちょっと遠くにしたらもう、何も見えない。うん、じゃあ近くで行きましょうか。なんかで、いつきちゃんが光ってます。そして次が、紫。おう。なんか白飛びしてちょっと髪型しか見えない。髪の毛しか。こんな感じです。そして次が、青色。こんな感じです。そして、緑。四つ葉の色で、これ結構綺麗、やっぱ。ペンライトってやっぱ綺麗だね。そして、赤色。一気押しの赤。これかっこいい。かっこいいね、これ。やっぱり赤色だから似合う一気。そして最後白。お、これ一番はっきり見える。やっぱ白だから。白色ね、やっぱり綺麗だからやっぱ薄い色だからもう、はっきり見えてますね。ちょっと画面越しだと伝わりにくいんですけど、めちゃくちゃ綺麗に見えてます。そして最後が、色の6種類光るパターンのやつですね。やっぱね、白が一番見えると思いますよ。ちょっと
消えた瞬間がめっちゃなんか綺麗ですもんね、やっぱ。これはいいね。なので、電気消した状態でやってたんです。電気つけたら、結構はっきり見えるようになりました。こんな感じです。やっぱ白が一番よく見えますね。いや、めちゃくちゃいいね。やっぱ最高だね。ちょっともう、総額で言ったら、まあ、この、配送料込みで、26,400円ぐらいだったんですよ。それで横浜アリーナのとこで買ったやつも含めたら、まあ総額的に言ったら、まあ、まあ、約4万ぐらいのグッズを買ってますね。で、また商品紹介とかまたできるようなものがあったら紹介していきます。それじゃあ、以上、フリーパーティーチャーでした。バイバイ。